はい、どうも、トスです。というわけで今回も8月のシンデレラインの方やっていきたいと思います。というわけで今回はこちら、夕空の下、寄り添う心ね、というストーリーを見ていきたいと思いますよ。8月のシンデレラナイン。はい、じゃあね、やっていこうと思います。これ心根で合ってるよね。新婚とも読めるけど、まあどっちでもいいかということで見ていきましょう。でまたね、あの夏大会決勝前のお話になってるみたいでして、まあ、今回はちょっとここ見ていっちゃうとなんとなく分かっちゃうんであんまりなんですけど、まあ見た感じ、真っ白ちゃん出てくる、草刈レナ、草刈ルナ出てくる、で、ここにおる感じヒイラギ出てくるっていう感じで、まあなんかそんな感じの、メンバーになってるっぽいですね。ということで4話までございますので、この動画で全部見ていこうと思います。ということでじゃあ早速プロログから見ていきましょう。タイトルが姉と妹やったな今ルナいい友達を持ったわね。あったな、このシーン。やめて、あとはグラウンドで。真白もそう言ったでしょ。あ、この間、これいつやっけ、あの真白ちゃんと再会した時の、お話の続きかな。はい、そうね。お、真白ちゃんできた、楽しみにしてるわ。これあれやね、この間の続きですね。もう少し話さなくてよかったんですか。ええ、いいの、グラウンドで語り合えばそれで。なあ草刈、いいのか、せっかく姉ちゃんと会ったんなら話すこともっとあっただろう。いや別にない。はい、というところで見ていきましたね。最後無言でしたけれども、まあ、どういうことを思ってるかっていうとですね、なんか書いてあったんですよね、ここに。はい、楽しみにしているわ、楽しみにしてるって、なめるな、こっちは必死なんだっていうね、まあそういうことを考えてたんじゃないかなと思います。はい、ということで第1話見ていきましょうか。さあここから全く知らないですね、僕たちも。今から言うんか、ごめんな草刈るな、ネタバレしてもうた。なめるな、こっちは必死なんだ。そうっすよね、あいつピリついてんな。ああフォームが安定してない、たく仕方ねえな。お姉ちゃんを超えるチャンスは決勝戦しか残されていない。私が勝つために今できることはこれしか。焦ってますね草刈が。なあ草刈、そこら辺にしといた方がいいんじゃないか。明らかにオーバーワークだ。調整するとしても軽く流しつつクールダウンをする目的で。悪いけど今は話しかけないで。おい、そんな言い方ないだろう。ルナちゃん、ソラちゃんは、私たちもルナちゃんのこと心配してるんだよ。余計なお世話、私にはやらなきゃいけないことがあるの。余計なお世話って言われてもな、そんな無茶苦茶な振り方したら誰だって心配すんだろうが。ソラちゃん落ち着いて。もしかして姉ちゃんのこと関係してんのか。は？いや、だから草刈レナに会ってから妙にイラついてるだろう。うるさい。ピリついてんな。あ、そこでヒイラギが来るんか。なるほどな。みんなそろそろ日が暮れるわ。そこまでにして宿舎に戻りましょう。ヒイラギ先輩、どうかしたの。ふっ、草刈さん、そこまで。なんだか様子がおかしいけどどうかしたの。別に何でもありません。今のスイング、決勝戦を控えている選手がやるような素振りじゃなかったわね。まるで自分の野球を見失ってるような。実はさっきルナちゃんのお姉さんレナさんに会ったんです。それ以降あの様子で、こちらが何を言っても聞く耳持たずです。なるほどね。なるほどね。お姉さんに対抗心を燃やしているということかしら。まあ前から言ってましたもんね、草刈レナを超えるって言って。ずっと頑張ってきましたからルナちゃんは。あいつあんなに固執してて大丈夫か。確かに草刈レナは海洋のキャプテンだけど、私たちの目的は海洋高校を倒すことだろう。でもあいつは自分の姉ちゃんのことしか見えてないっつうか。おお、なんかソラちゃんまともなこと言うじゃないですか。
さあここからヒイラギの立ち回りが気になってきますね。はい、まあ、それによってルナちゃんの心を落ち着かせることができるのかね、まあ、そういうとこちょっと見ていきましょうよ。8月のシンデレラナイン。翌日、まあヒイラギならいけると思うけどな。夏大会決勝戦を翌日に控え、合宿所のグラウンドで最後の練習を行っている貯水南水産。なんか音楽が微妙な音楽なってんなその練習中、野崎が東雲に勝負を挑み、ああこの間のやつですね、はいはい、部員たちは固唾を飲んで見ていた。ふっ、いやまあこの話もいい話でしたね。これもストーリー動画上げてるんでよかったら見てくださいね。ありがとうございました、東雲さん。ええ、まあそれは置いといてって感じだね。うん、いやーびっくりだにゃ、まさか野崎が東雲に勝負を挑むなんて。野崎勇気って結構度胸あるよな貯水南水産の4番はやっぱり東雲先輩だ。今の私の力じゃ東雲先輩にもお姉ちゃんにもかなわない。いやでも今からどうこうして変わるかって思いません？だって明日なんでしょ？今できることそんなないんじゃないかな。まあだからこのレナじゃないわ、ルナ自身も焦ってるっていうところはあると思いますけどね。うん。外野の守備練習はここまで。2人1組になってティーバッティングの練習に移りましょう。ふっ。こんなもんじゃない。東雲先輩も。お姉ちゃんも。ふっ。もっともっと強く。草刈りってクールな感じ出してるけどめちゃくちゃ熱持ってるよな超ホットなやつなよな草刈り。ヒイラギ、草刈りの方を気にしてるけどどうしたにゃ。力の入れすぎよね、あれじゃ打てるものも打てないわ。確かにヒイラギから何か言ってあげないのかにゃ。 それがいいのかもしれないけど、今の彼女には焼け石に水になりそうなのよね。それに私もまだやるべきことがあるわ。この夏大会まだ十分に結果を残せてない。だからもう少しだけ。分かったにゃ。分かったにゃ。次お願い。 OK だにゃ。ふっ。さあヒイラギも活躍してくれるんかな、楽しみですね決勝戦。うん、ナイバッチだにゃ。さあ一方草刈りはだいぶ追い込んでるけど大丈夫ですか。だいぶ打ち込んだ、そろそろ終わりにしよう。まだ早くボール上げて。しかし証明しないといけないの。私の戦い方はこれで合ってる、お姉ちゃんを超えられるってことを。けれど試合前にこのような激しい追い込み方は体にとって負担にしかならない。本来今は試合に備えて調整の時間だ。疲労を蓄積すれば明日の本番でのパフォーマンスが低下するのは目に見えてる。めちゃくちゃ正論大正論ですね。いいから続けて。いや相当焦ってんな、大丈夫かもうリンちゃんもめちゃくちゃ心配そうな顔してたで今ふん。あと10球。さあ大丈夫かなさてと、みんな引き上げ始めたにゃ。ヒイラギ、調整はできたかにゃ。そうね、ええ十分に。私たちも上がりましょうか。それじゃあボール片付けてくるからストレッチしとくにゃ。ありがとう。ありがとう。草刈り、もう10球超えたぞ、もういい加減に。次草刈りさん。ああ終わった、話しかけたとこで終わった。さあ先輩の話をちゃんと聞いてくれるのか草刈りルナは、ちょっと心配ですけども。第3話見ていきましょうか。8月のシンデレラナイン。よし、お帰ってきたね。荷物を置いたらシャワーを浴びに行きましょうか。そうするにゃ、今ならお風呂空いてそうだね。これから混んでくるでしょうから早めに向かわないと。お携帯鳴ってるよ。
母から電話だわ。申し訳ないけど先に行っててくれる？分かったにゃー。さあどうした母さん。試合終わったら電話ちょうだいって言ったのになかなか連絡ないからこっちからかけちゃったわ。ああごめんなさい、バタバタしてて忘れていたわ。ふふ、いいのよ。忙しかったかしら。今電話大丈夫？うん、ええ平気よ。決勝進出おめでとう、テレビで見たわ。明日も頑張ってね。ありがとう。ありがとう。あ、ちょっと待って、お父さんに代わるから。お、お父さん。あの手紙を交わし合った中、もうお父さんってば、昨日琴葉の試合見に行ってたのに何も話さないで帰ってきちゃうんだから。え、父さん来てたの？親父来てたん？マジか、それ熱いな。もしもし琴葉。親父来た。試合見に来ていたなら声かけてくれればよかったのに。父さんも試合の中日だったから、琴葉の試合が終わってすぐ戻らないといけなかったんだ。男子も予選中だもんね。忙しい中来てくれてありがとう。8回で同点に追いついたタイムリーはなかなかいいバッティングだった。チームの勝利に貢献できたな。ありがとう。でも私一人の力じゃないわ。先輩が塁に出てくれたおかげよ。そうか、明日の決勝もその気持ちを大事にな。仲間と互いに信頼し合って挑めばきっと大丈夫だ。仲間？そうよね。ねえ父さん。どうした？めちゃくちゃ喋るな父さんと。勝利に固執しすぎる気持ちは邪魔になると思う？どうだろうな。その気持ちが自分を奮い立たせるモチベーションになればいいと思うが。琴葉はどうだったんだ？え？琴葉にもあったんじゃないか、そういう時期が。ほう、ここで改造入るんだ。リトルシニアの全国大会、私は翼のチームに負けた。あー、そのそこまで戻るんですね。必死に努力して全てをかけて挑んだ私の前に笑顔で立ちはだかった翼。私はそこで才能には勝てないことを知った。私は野球から離れるつもりだった。それなのに彼女と偶然再会してしまった。まさか同じ学校行くと思うよな。はじめまして柊木さん。あ、懐かしいなこれ。はじめまして覚えてる覚えてる。これはじめまして。あのさ、もしかして柊木さんは経験者？どのくらい？ポジションは？何番打ってたの？いや、試合したことあるんよ。あの、私のことを覚えていない？あれ、ごめん、もしかして試合したことあるのかな？あるも何も、あなたは覚えていないかもしれないけど、私は。いえ、はじめまして、有原翼さん。いや、結構悲しいよな、このは、あのね、柊木の始まり方っていうのも。ね、うん、ちょっと久々に見たな。翼たちと野球をする楽しさに嘘はない。でも、あんなに固執していたのに、今じゃ、あの気持ちは。琴葉？あ、ううん、なんでもないわ。せっかくの決勝戦だ。悔いのないようにな。ありがとう。ええ、ありがとう、父さん。ピッ、お、終わったね。さあこっからどうやって草刈ルナに喋るかっていうところですね。悔いのないように。そうね、それなら今私がやるべきことは。頼むよ柊木ちゃん、ちょっと先輩ムーブかましちゃってよ。はい、ということで第3話を見ていきましたね。ということで、まあラストの話で、ルナとちょっと喋るんじゃないかな。うん、一体どういうことを話してくれるのか楽しみですね。見ていきましょう。8月のシンデレラン9。いや、このままじゃねえ、マジでルナちゃんは決勝戦何の役にも立てへんくなるからね。頼むよ琴葉。まだやってる。ちょっとリンちゃんがかわいそうよ。これで本当にラストだ。いやまだ。リンちゃんかわいそう。待って、あ、来た。先輩、柊木先輩、もうちょっと神様来たみたいな感じになってるやん。リンさん、分析班のやることもまだ残っているでしょ。先に戻っていいわ。しかし先輩も明日に備えて。いいの、あとは任せて。
ではお先に失礼します。よかったねりんちゃんさあこっからですよ。草刈さん、止めに来たなら無駄ですよ。私には時間がないんです。お姉ちゃんに勝つためにはチャンスはもう明日しか。止めに来たわけじゃないわ。続けるわよ。ほらバットを構えて。お、はい、1球目。いいね、優しいな。はい、次。否定せずにね、一緒にやってくれるの優しいよな、ほんまに。思いっきり納得するまで振って。次。あの何かしら。どうして手伝ってくれるんですか。昨日は止めたじゃないですか。あなたの味方でいたいから。意味がわかりません。そうね、そうね、私にもよくわからないわ。でもあなたの心には火が灯ってる。誰にも消せない、ましてや自分でも消せないくらい強い火が。燃やし尽くして後悔しないように。ほら、時間がもったいないわ。4球目。どうせ大きく振るなら相手投手を想像して。鎌部さんの変化球に対応するならもう少し足の踏み込みをスローに。あ、いいね、そうやってしっかりとアドバイスしていく。いいよ。それぞれ球種を想定して打ってみましょう。ただ振るだけじゃダメよ。勝ちにつながるバッティングをしないと。はい、はい、5球目。お、めっちゃ飛んでる。そろそろ日が暮れるわね。まだやめないわよでもティーバッティングは危なくなるから素振りに切り替えましょう。最後までやりきれることをやる。素振り付き合うわ。明日勝ちたいのは私もみんなも同じよ。だから一緒に勝ちに行きましょう。はいなるほどね。オーバーワークならないようにしてやはい、ということで、まあなんか止めに行くかなと思ったんですけど、止めに行くんじゃなくて、まあ、草刈りの気持ちとかね、いろいろ尊重して続けるっていう選択肢に出た柊でした。まあ確かにね、やらずに後悔するよりしっかりとやること、やりたいことね、やってから後悔した方が、いいと思いますので、まあその選択は間違ってなかったのかなと思います。はい、まあ、あの親父と電話、親父って言ったらあれか、お父さんと電話できて、よかったんじゃないかなと思いますね。はい、というところで、まあなんか一番面白かったのはあそこやね、親父がまさか来てるとはね試合見に来てたんかお前っていうね、連絡してくれよっていうね、ありましたけれども、いかがでしょうか皆さんはね、よかったらね、このストーに関するコメントとぜひあのコメント欄に書いていってください。よろしくお願いします。はい、ということで、まあほんまにもうすぐなんじゃないですか。8月入ってね、8火祭入れば、決勝の話も見れると思います。もうすぐやん、もうすぐですよ皆さん。どうする、それ終わったらさ3年生引退ですよ。ちょっと考えられないよね。あんま考えたくないんで、ちょっと考えるのやめます。はい。はい、ということで、前回の動画見ていただけましたでしょうか。ヒイラギちゃんのね、引きに行く動画。まだ見てない方のために、まあ、あえて結果は言わないんですが。まあ、あ、でもこれ、ナイスターの数見たら分かっちゃうな。まあ、いっか。まあ、ゲットはできました、とりあえず。はい、ということでですね。結構今育成しておりまして、まあ、ちょっと試合も何試合かリーグマッチの方で使ってみたんですけど、いやムードメーターねいいよ。うん、なんか1本打たれてムードメーター減るじゃないですか。でそこでヒイラギのね、シンデレラハムに使ってあげるとまたねプラスまで持っていけるんですよ。そのなんかムードメーターの微調整みたいなのができるんで、まあ、それだけでもマジありがたいなって思いました。はい、であとはね、あのランクマもすぐ来ますんで、そこで使ってみて、まあ、どんな感じかなっていうのをね、見ていけたらなと思っておりますので、
まあなんかランクマン終わった後にちょっと喋れたらなと思ってますので、よかったらね、また見てください。ということで、本日はこの辺で終わりにしようかなと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。ツイッターもやってます。ツイッターは概要欄に貼ってますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。ということで、また次回の8月のシンデレラ9でお会いしましょう。以上、チョス南水さんのチョスでした。バイバーイ。